コリキッチンへようこそ。今日はですね、いいオリーブオイルが入りましたので、ゆめかさご と山で採れたてのウドとフキの葉、ウドもですね新芽を使用しまして、フリットを作っていきたいと思います。それではいいオリーブオイルを惜しげもなくたっぷりと使っています。これが木こり風ですね。うん。いいオイルだけにちょっとずつしか出ないというね。森のレストランに妥協なし、そういうことです。はい、それではついさっき山で採ったばかりの山菜を天ぷら粉につけていきます。チェックアウト。まだですね。それでは、油の温度も十分になったので早速山菜を揚げていきます。本日の前菜ですね、こちらはウドの葉です。ちょんちょんちょん、木の葉、そしてみょうが、どうぞ。本日のメインのフリット、ゆめかさごいきたいと思います。低温で揚げてですね、二度揚げにしていきます。おお、いきます。それでは、おおおおおお、カサゴのフリットはもう最高ですからね。木こりレストランにはこのメニューは欠かせませんよ。
夢かさごで夢心地ということでお願いします。うまい。それでは最後 の, この赤むつ、これはですねフライではなく焼いていきたいと思います。この網に直接かけてしまうと皮がひっついて美味しい皮がダメになっちゃうので、このオリーブオイルですね、使い無駄にしないと、この網に染み込ませる。参ります。いいわけないでしょう。この赤むつはですね、相模湾ではのどぐろと言われてますからね。呼吸です。スタンディング赤むつね、これはね。森のレストラン、基本1名様しか3密避けてますからね。1名様しかシートないんですけど、20匹ですよ。誰が食べるんだ。そこですよ、ね、
前菜があって、その前にワンクッションがこれなんですよ。このあとメインに赤むつ黒むつのアラで、アラを使った鍋があります。これがメインです。それではメインディッシュです。よっ、キコリ風鍋でございます。赤むつ黒むつのアラと、そしてエビ、そしてしめじ、ネギでございます。どうぞ。締めはおじやでございます。おじや嫌いって人聞いたことあります？おまっとさん、それではいよいよデザートです。キコリ風チョコバナナ。それではシェフもいただきたいと思います。すごい。食後はコーヒーですか？それともティーですか？